こんにちは、戸田悟です。レノボから Android タブレットの新しいモデルが登場しました。はい、タブ P11 ですね。11 Pro の Gen 2ですね。これね、やっぱり最近のレノボのタブレットらしく、モバイルモニター代わりにも使えちゃう。便利ですね。画質もめちゃくちゃいいですよ。ぜひご覧ください。今回はレノボのですね、上位モデルのタブレット紹介したいんですよ。レノボタブ P11-11 ですね、プロ、セカンドジェン、まあジェン2って言ってもいいと思いますけれども、はい、第2世代という意味だと思います。はい。中に入っているものは当然本体と、それからタイプ C、タイプ A ケーブル、それから充電器ですね。こちら 20W の充電器入ってます。はい。ということで早速紹介していきます。これなんですけど、僕が今まで見たタブレットの中で、もしかしたら一番綺麗かなぐらい美しいですね。これ 11.2 インチの OLED なんですよ。これ iPad より綺麗じゃないかな。 iPad OLED ないですもんね。 2560×1536 ドットということで、非常に緻密で明るく美しいディスプレイですよね。非常に綺麗、とっても綺麗だと思います。でさらにちょっとね、今ブラウザを開いてみますけれども、 120Hz 駆動なんですね。うん、指にぴったり、ほぼぴったりくっついてきますね。いい感じで使えます。非常に美しいですね。ただちょっと押しブラックはやっぱりすごくワイドなんで、映画を見るにはいいですけど、お仕事するにはちょっと高さがもう少し欲しいかなという感じも、まあ少しするかなと思います。これワイド表示なので画面分割にも対応しています。例えばまあ何でもいいんですけれども、はい、こうやって長押しすると分割画面出てくるんですね。例えば設定でもいいです。分割画面が出てきます。で残りの画面に何を表示するか、まあ、例えばプレイストアを表示するとこんな感じで、はい、こちらは設定画面ですね。分割ができますし、例えば Google マップを開いておきます。はい、で、はい、こうやってこうする、分かりやすいですね。これで Google マップとブラウザーが両立できます。こんな感じで分割して使うことも可能です。どっちもむちゃくちゃ画面やっぱり綺麗ですね。反応もいいです。で実はですね、このチップ僕初めてなんですけど、メディアテックのコンパニオ 1300T というプロセッサーを搭載しています。 OS は Android 12ですね。12になってますね。12になってますね。はい。でこのチップが分かんないんですけれども、ちなみにメモリーは 6GB です。もうちょっとね、価格考えると欲しい感じもするんですが、ちょっとベンチマークを計測してみましたので紹介しますね。どうです？悪くはないんですけど、最上位ではないですよね、もちろんね。中の上か上の下、まあ上の下よりちょい上ぐらいな感じですかね。だいたいこれが1000超えて3000超えてくると、今の一番上ぐらいになってくるので 1000ちょっとだと、まあ、ちょっと落ちますよね。でもまあ十分な性能ですね。これぐらいあればまあ満足して使えるのではないかなと思います。メモリもね、6ありますし、はい、非常に、テキパキ実際使ってみても動いています。はい、それでは僕のセカンドチャンネルのオープニングで、まあ、いつものようにですね、音質をチェックしたいと思います。はい、再生します。こんにちは、戸田悟です。今回はちょっと非常に音いいですよね。 JBL 製のスピーカーを4つ搭載しているということで、とっても音いいんですが、ちょっとね、注目していただきたいのが薄さなんですよ。今ですね、まあカメラを上に置いて向かって右側面を映してますけれども、これだけの薄さにスピーカー2個ありますよね。ちょっと逆側映しますね。はい、逆にしますけど、はい、こちら側もスピーカー2個ついてますよね。非常に薄いボディなのにスピーカーが4個ついていて音がいいというわけです。ではせっかくなので背面のデザインも見てみましょう。ちょっと背面のデザインを見てるんですけれども、これね、レノボのタブレットってこういう切り返し、3割ぐらいの高さ的にね、位置でこういう切り返しになってるモデルが多いんですけど、これも切り返しになってます。ただ材質変わってなくて、なんか仕上げの違いみたいな感じで、光の当たり方で下が濃いシルバー、上が薄いシルバーに光るような感じで仕上げられてます。かっこいいですね。ここにあるマークはね、ちょっとわかんないんですけど、これペンでもつくのかな。一応ね、そういった情報がないので、ちょっとここがね、よくわかんないんですけど、まあデザインなのかもしれませんが、はい、非常に、美しいデザインで、ここにね、JBL のブランドがついてますね。はい。で、もちろん、まあ、技的もついてますけれども、はい。ドルビーアトモスのにも対応しているということが書いてあります。かっこいい、シンプルで、ちょっと大人っぽいデザインのタブレットですね。
それではタブレットにとっては最も重要かもしれませんね。重さを測ってみましょう。はい、473g となっております。こちらですね、カタログ値では 480g なので、カタログよりもちょっと軽いのは立派ですね。はい、非常に軽いので 11.2 インチで 400g 後半っていうのはかなり軽いので、実際手に持ってみても軽いんですよ。なので長時間持ち続けても、まあそれほど負担が少ないかなと思います。もちろん8インチのねタブレットとかに比べればちょっと重いですけれども、まあまあこの軽さなら文句なしかなと僕は思いました。はい、で結構ですね、僕気になってるのが映り込みなんですけど、思いっきりライトそのままもう鏡のように映るので、これ低反射コーティングされているのかな、されてないんじゃないかと思うんですけど、すいません、されていたら申し訳ないんですが、少なくともその効果はほとんど感じられないですね。色目の変化っていうのもないですので、まあね、これでもジャストサイズのフィルムがあるかどうかわからないんですが、あれば僕だったらちょっとアンチグレアっぽいフィルムを貼って使おうかなと思います。ちょっと反射が激しいです。でここにですね、スマートコネクターがついているので、専用のキーボードが接続できると思うんですが、これレビューしている段階では情報ないんですよね。ぜひ日本語キーボードもこれでね出して、カバー兼用のキーボード出していただくと魅力が広がるし、仕事にも使いやすいかなというふうに思います。でバッテリーはですね、 8000mAh ということで結構容量は大きいんですね。ただ使用時間は14時間ということで、やっぱり解像度の高い OLED がですね、かなり電気食うのかなというふうに、まあ予測をしております。はい、で標準の 20W の AC アダプターを使うと 2.3 時間でフル充電できるようです。まあ 20W ってね、出力低いように感じますけど、 2.3 時間でフル充電できるんだったらまあいいですよね。そんなもんなんですね。 18W とかでもまあ十分かなというぐらいの、まあ、時間で充電ができるわけですね。はい、付属の AC アダプターはタイプ A タイプ C なので、はい、ちょっとケーブルとかが他の製品と使いづらいかなという気がしますが、まあこの時間で充電できるなら十分でしょう。僕タブレットであんまりカメラチェックしないんですが、今回はちょっとウェブ会議とかにもね使えそうなんでチェックしたいんですが、インカメラは800万画素、アウトカメラは1300万画素ということで、まあ十分な画素数ではないでしょうか。カメラはくっきり綺麗に映ります。2万円とか3万円クラスのスマホの標準カメラぐらいの感じの映りかなと思いました。最近のレノボのタブレットの上位モデルはパソコンのセカンドディスプレイになる機種が多いんですよ。この製品もなります。で使うにはまずこの、レノボフリースタイルというアプリを使うんですが、その前にパソコンとこのタブレットを同じ Wi-Fi に接続する必要があります。ちなみに全然余談なんですけど、僕の好きなネボというノートアプリのレノボ版というのがこれ搭載されてますよね。だからこれなんかペンとかねキーボードにも対応してほしいんですけど、その辺の情報がねちょっとあんまりないのがちょっとなと思っておりますが、はい、余談でした、すいません。では使っていきましょう。Wi-Fi をですね、これ ASUS につなぎました。もうこれホーム、これ親機の名前なんでね、まあ名前は気にしないでいただいていいんですが、でこちらのパソコンも同じ Wi-Fi につながってます。はい、でこの状態で、さっきのアプリですね、はい、レノボフリースタイル起動します。でパソコンの方でも同じアプリをすでにダウンロードしてあります。はい、それを起動していきましょう。しょっちゅう使う人はデスクトップにね置いとくといいかもしれません。はい、で同じアプリを起動していきます。はい、でちょっと待ちましょう。ワイヤレスでつながるのがとってもいいですよね。はい、でちょっと待っているとこれ出てきますので、はい、ここにですね、この画面をこのデバイスに拡張するというボタンがあるので、これを押します。はい、するとちょっと待ってると、はい、接続しますっていうのが来て、はい、これでもうワイヤレスディスプレイとして、2つ目のねディスプレイとして利用できます。はい、こんな感じで解像度が高いので画面こういうふうに文字が小さくなりますが、これは別に Windows の設定で変更してあげればいいわけです。ディスプレイ設定で、はい、2つ目のディスプレイの解像度を下げてあげましょう。はい、もしくはまあ倍率変えてもいいですね。150倍ぐらいにしましょうか。はい、これでだいぶ見やすくなるのではないかなと思います。はい、はい、こんな感じですね。だいぶ見やすくなりましたね。はい、この辺はもう設定で自由になります。はい、でここにメニューがあるので、これをタップするとこちらから切断したり、オーディオをねどうするかといったことが設定できます。はい、なかなかねレスポンスいいんですよ。はい、でちょっと意地悪なことをやってみますね。ちょっと今ボリューム下げましたけど、ちょっとすごいやらしいことに、これね同じ YouTube の画面を両方で表示したんですけど、全然遅れないじゃないですかね。いいですよね。はい、これならね実用性十分だ。もちろん Wi-Fi の速度に依存すると思いますけれども、実用性は十分かなと思います。今ですね、こっちのタブレットから
音がいいのでスピーカーの音出してます。屋外に設置しても配線いらないんですよ。これいいですよね。ということでぜひ詳しくご覧ください。今回ですね、アンカーのセキュリティカメラの決定版紹介したいんですよ。ちょっとね、やっぱり音は遅れますね。そこは残念なポイントですね。でも実用性は非常にあって、仕事に使うなら十分だと思いますですね。これ立てただけで縦になるって、これもなかなか良くないですか。便利ですね。ということで、レノボのですね、タブ P11 Pro ですね、セカンドジェンを紹介しました。気になる価格がですね、69,080円なんですよ。まあ、どうしてもこういう製品 iPad と比べるじゃないですか。まあ、ちょっとね、割高感あるかなと思います。ディスプレイは間違いなく美しいんですが、性能が iPad に比べるとちょっと劣っていますよね。その辺を考えて、まあ、Android タブレットって僕は iPad よりやっぱり分が悪いと思うので、iPad よりもかなり割安じゃないとちょっと魅力薄いかななんていうことも思っております。はい、性能もちょっと上げてほしいかな。ディスプレイはもう文句なしなんですけれども、はい、周辺のねキーボードやペンもセットにした安いモデルとかを期待したいなと思ってます。で、今回は62点つけました。 Android タブレットの中では非常に魅力的だと思います。値段もねそんなに高すぎない、まあ、バランスはなかなかいいと思うんですが、ちょっと iPad に比べると分が悪いっていうのが一つと、この値段だったら LTE 内蔵してくれてもいいんじゃないかなというふうに思いました。以上、レノボの新しい Android タブレットを紹介しました。価格ちょっと高いですけど、まあね、画質とか機能性能を考えれば妥当ではないでしょうか。今後の値下がりもね期待したいなと思います。内容が良ければグッドボタン忘れずに押してください。またチャンネル登録もお待ちしております。